二酸化炭素を意味する CO 2 O は酸素を意味するが C は何を意味する？もうこれクイズじゃないじゃん！やばいやばい。C？ええ,え,え待って。あーっとよしオケ、OK、来たよ。これは来たんじゃないか？はい行きますよ。せーの空気。ちょっと待ってわかんない わかんないよ。え、何炭素かなちょっと待って。はい、ということで、正解は、じゃんじゃん炭素だった炭素だったあ惜しかったじゃんもう、ちょっと、やくそー言葉に隠されてたな。ははい、ということで、続いていってみましょう。では、問題ですラジオネーム。 ご結婚さんからいただきましたありがとうございます荷物を抱えたおばあちゃんが電車に乗ってきましたですが誰も席を譲ろうとしませんでしたなぜでしょうかということでカウントスタートでは荷物を抱えたおばあちゃんが電車に乗ってきましたって荷物を抱えたおばあちゃんが席を譲ってくんない席誰も譲ろうとしないかあーもうわかんないよはい待ってこれ難しい じゃあ解答しますせーのなんかちょっと若く見えたわかんないよわかんないよわかんないよはいということで解答はこちら席が空いていたからああそういうことかそういうことかなるほどねそれは譲んないわ勝手に座ったらええやんってなるもんね そういうことか。やばいよ、今。だってもう2問不正解出てるからね。これ2問。やばいやばい。うわばっちゃうやん。うわばっちゃう,う。はい、ということで。では、問題です。ラジオネーム、もっちりさんから頂きましてありがとうございます。ざっとと10回言ってください。ざっと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 。それでは、これらはペンです。と言ってください。This is a pen! え、なんでなんで違うのなんで はい。正解はこちら。これらはペンです。腹立つわ。なんやねツ <laughs> ツ <laughs> ん。腹立つわ。腹立つほもうやのもうちょっとみんなこれいじめだかんね。もう、続いて。では問題です。ラジオネームブラジルコーンさんからいただきましてありがとうございます。関西地方に属する都道府県を7つ答えなさい。よーい、スタート。大阪府、兵庫県、 えーっと、あれ、大阪県じゃないやんなあれ待って。愛媛愛媛えー、っと、ちょっと待って !7 つも答えらんないよ !10 秒やでえー、もう全然わからん正解はこちら大阪府あ、合ってたあ、京都か京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県三重県いや、わからんよこんなんだって、順調に言ったって10秒であ答えられるわな。ふふふふ。 <laughs> ねえもうこれ上回るしかないじゃんもうももうもう,もう罰ゲームしかないよもうこんなんだって今4問間違えてるからねはい続いて問題ですラジオネームトミーさんから頂きましたありがとうございます世界中でクラゲは何種類いるでしょうか15022003100043000、えー、ということでカウントスタート待っていやそれは結構いますよ いやでもそんなことは調べたことはないよ。私は見るのが好きだからね。<laughs> はい、ということで、えー、私の回答は、2番 200! うわ、もうやらかしまくりやん。はい、ということで、じゃん !4!3000 もおんの ?3000 もおんの,おんのうわーお会いしたいわ、3000のクラゲに。<laughs> はい、続いて問題です。 ラジオネーム、じゃがりコーンさんから頂きましてありがとうございます。ファミリーコンピューター、通称ファミコンのソフトで一番売れた作品は何よ、uh, ー、え、カトサドえ、ちょっと待って、これわかんないよ。その時代の人じゃないもん。あ、でも、わかんない。そうかな。うわ、どっちかなんだよな。どっちか。うわー、迷うわ。はい。私の回答は、スーパーマリオブラザーズ。よっしゃーしゃー <laughs> はい答えは「スーパーマリオブラザーズ」えー、681万本いや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 メンツは保たれた <laughs> はい続いてラジオネームパーマン21号さんから頂きましたありがとうございますこのラジオの第1回で稲見さんが発した第一声はカウントスタートえ待って待ってよ台本を見ればいいんじゃないかこれは台本を見たらいいんじゃないか

三文字のものを三つ答えなさい。えヨーロッパに属する国で、国名が日本語で三文字のものを答えなさいえうん、まあやってみよう。はい、カウントスタート何だってヨーロッパってどこよ何え、何アジアアジアアジア <laughs> 待ってよわかんねえよアジアあ、ちょっと待ってあ。待って、待ってよ。はい、はい。 三つ答えるんでね。はい、こちらスイスアジア。ブラジル、あ、四文字や。<laughs> もうだって、問題の意味が難しくてわかんないもん。そもそも、はい。正解は。は正解はドイツ、スイス、チェコ。ああ、なるほどね。かっこロシア、トルコ、モナコ、マルタ。マルタは聞いたことない。トルコな。トルカイス好きやからな。 いやースイスって言いましたよねでも私スイスは当たっててんやん3つは難しいよはいでは続いてラジオネームロバートさんから頂きましてありがとうございますピザと早口で10回言ってくださいピザ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 ではここはどこ収録現場よっしゃこんなんで引っかかると思ってもらったら大間違いですさんざん間違えてるくせにね <laughs> もう挽回の余地ないじゃんもう罰ゲームだよこれはいということで問題ですラジオネームシアンレッドさんから頂きましたありがとうございます子供が13人でかくれんぼをしています6人が見つかりましたあと何人隠れているでしょうはい、えー、カウントスタートこれわかるよ私13人でしょ13人で6人見つかるじゃんえっ、ー、と12345678910111213でしょ だからわかんなくなっちゃった。はいえー、っと待って一二三四五六でしょ。で一二三四五六はいはい来た来た来たはい私の回答は七人なんでなんで？はい回答はこちら六人六人十二あ違うんだよこれも違うんだよ聞いてくれみんな意味は分かってたんだよこれさあれでしょ？ あの要は13人でかくれんぼをして1人は鬼だからってか話なんだよそう分かってんの分かってんだけどただ単純に指の本数を間違えたんだこれ <laughs> 今だって指でこうやって打ってたもんもうやだ分かってたのにはいということではいため,めちゃめちゃめちゃクイズに答えてきましたけれども はいということで不正解数が正解数を上回ったので罰ゲーム決行です罰ゲームを受ける気持ちはどうって書いてありますけどね罰ゲームその場で発表しますって書いてあるんですよどうもこうもないですよ皆さん <laughs> ということで罰ゲーム発表ですもうやだ <laughs> 私だって前回のお悩み相談だってあれ罰ゲームみたいなもんだったからねはい罰ゲームはえ栄養満点 イナゴの甘露に嘘でしょ？いやまず。ポン酢で缶詰出てきたんだけど。え、本当に。ま私こういう罰ゲームマジで生まれて初めてなんだけどえこれだっていや。あのね。私の手に持てるぐらいのカンカンなんですけど、ちょっと縦長の。 何だよマジいやーきもーいちょっと深夜にお聞きの皆さんごめんなさい本当にごめんなさいマジできもいんだけど <laughs>、ね、これね違うの缶の中に箸入れたら したよこれもう限界だもんえマジで食べんのこれちょっと動いてる絶対これ動いてるよへっちゃんちっちゃいの食べるからね食べるよ <laughs> 食べます <laughs> もうね長尺がこしてるんだこれうわっ数百音 イヤホンで聞いてる人キモいっしょ、絶対。う,ーうわ、キモ。ちょっと一個でいいですかもう限界、無理、無理。あ、でもね。いや。イナゴって見なければ、めっちゃ美味しい。でも、なんでイナゴ食べてんのか、よくわかんない。なんでイナゴ食べなきゃいけないの私。<laughs> なんでこれみんな好き好んで食べんの?。あ、でも美味しいかも。なんかさ、甘くて、甘露煮だから。 ご飯ですよの味するえ、美味しいかも <laughs> え食べれるかも食べれるようになっちゃった <laughs> 食べれるようになっちゃった <laughs> もう罰ゲームじゃない美味しいもんなてこれあ、食べれる食べれる風邪もなかった食べれるうわわ、はいということで味はご飯ですよのみなごの甘露煮を食べるという罰ゲームでしたもうやだ はいということで私には、はい、クイズはもう向いてませんね <laughs> もうあの皆さんのあのー、ね感想等々お待ちしておりますのでそれでねあの続けるかどうかは決めたいと思いますよあっ誰出てきた <laughs> 以上